こんにちは、カーピです。さあ今回は2022プロスピセレクション候補選手まとめセリーグ編です。最近暑くなってきましたけれども、プロスピエースの夏といえばプロスピセレクションですよね。セレクションはもう夏の季語くらいに思っている私カーピですけれども、セレクションの登場まで気がつけば1ヶ月を切りました。今年は誰が登場するのか、候補選手をまとめていきたいと思います。プロスピセレクションって何なのか、そして過去のセレクションについて簡単にまとめておきましょう。セレクションは例年プロ野球の前半戦に活躍した選手が登場してきます。1段が7月中旬、2段が8月中旬と2段構成で登場するんですけれども、ここ2年は例外的な展開になっていまして、2020年はプロ野球の開幕が遅れたこともあって、1段がプロ野球 OB のコラボセレクション、2段がダルビッシュさんのセレクションとなりました。2021年は1段構成に変更、石橋貴明さんとのコラボでしたね。そして2段のところで侍セレクションが登場、オリンピックに合わせて侍が登場してきました。さあ今年はどうなるか。前半戦活躍セレクションに戻るようであれば、登場選手がエキサイティング選手と重なることはないでしょう。コラボセレクションであればエキサイティングと重複するケースもあるかもしれませんね。はい、去年のタカさんコラボの際には7月9日にカステラ公式ツイッターアカウントからの告知がありました。もし今年もコラボということであれば何らかの告知があるでしょう。カステラの発言に注目していきましょう。ではセリーグ6球団の候補選手見ていきましょう。では今の順々に見ていきましょうか。セリーグ1、ヤクルトから。この候補選手は前半戦活躍セレクションを想定していますので、エキサイティングで出ている選手は候補に入れていません。記載している能力値は当チャンネルの予想値ですね。はい、野手の筆頭候補は村上選手でしょう。もう成績が圧倒的すぎて、このままヤクルトが優勝したら2年連続最優秀選手間違いないんじゃないかなっていうくらいですね。能力値はパワーが今84、ここから大幅に上がるということはないと思いますんで、ミートの方がより上昇幅を期待できそうですね。ミート 80A は射程に入るんではないでしょうか。塩見選手もいいですね。今3割をキープ中、ミートソウル系同値が見えてきそうですね。セレクションってルーキーとか若手選手も結構出る印象がありますんで、ヤクルト野手で若手となると今なら長岡選手でしょうかね。登場したら限界突破が大変そうですが、投手では田口選手がすごいことになっていますね。登板数はちょっと少ないんですけど、防御率ゼロのインパクトはでかいですね。マクガフさんの数字もすごい。フォアボールの数がまだ3つだけ、 KBB の値が12、これは制球アップを期待したいですね。小川選手、高橋奎二選手も候補になるでしょう。続きまして巨人打者で候補の筆頭になるのはウォーカー選手だと思いますね。新外国人はセレクションに登場しやすいですね。成績も文句なし。ポランコ選手もですね、ウォーカー選手の数字がすごいんで陰に隠れてはいるんですけど、十分セレクションに登場している数字でしょう。丸選手、能力値的にセレクションのプラス1を期待したくなりますね。プラス1になればミートパワー A 同値が可能になります。もちろん査定自体抽選になる可能性は否定できませんが、投手では筆頭候補は大勢選手でしょう。現在セーブ数トップ、さすがに防御率は上昇傾向ですけれども、1年目でこの数字は文句なしですよね。続いて広島野手の候補は筆頭は坂倉選手でしょうか。全試合に出場しながら打率3割をキープ、チーム内貢献度ナンバーワンだと思いますね。登場する場合はミート A に乗るかどうか注目ですね。西川選手も今離脱していますけれど、セレクション査定は一説によると5月末くらいまでっていう話もありますし、西川選手が離脱したのは6月ですからね。セレクション選定には影響ない説もありますね。第1弾は特に。マクブルームさんはどうでしょう。打率が下がってきていますが、5月中は3割打っていました。ここで登場して通常版はなしって展開も想像できますね。投手、はい、筆頭候補は床田選手でしょう。ここまで完封を含む7勝をマーク、査定は9位スタミナ移動値可能かつオール同値も可能と、やらしい感じを予想してみました。森浦選手、8回のセットアッパーにはまりましたね。防御率1点台と度安定のピッチングを披露中。登板数がまだ少ないのはありますんで、有力かというとそこまでとは言えないかもしれませんが、阪神近本選手、やっぱり数字上げてきますね。5月6月と3割をキープ、ただスロースターターってのもあって査定の時期によっては微妙かもしれません。大山選手も同じくですね、6月大爆発していますけれども、査定の時期的にどうなのか。佐藤選手も有力候補でしょう。こちらずっと安定して活躍していますし、野手では筆頭候補かなと思いますね。はい、スペースの都合で欠けていませんが、中野選手もありそうですね。投手の候補は湯浅選手がすごいですね。チーム最多の28試合に登板して20ホールドはリーグトップ、湯浅選手大いにあると思いますね。
西選手もさすがの数字、防御率1点台をキープ中、能力も上がっちゃってる選手ですんで、査定が大きく変わる可能性は低いと思いますね。ウィルカーソン選手、新外国人ならこの人じゃないでしょうか。アルカンタラ選手、ガンケル選手もここまで好成績を残していますね。横浜 DeNA 野手では佐野選手が大本命かなって印象ですね。3割キープしているのもそうですし、試合数打数もそうですね。他に野手の候補を挙げようとすると結構大変で、大和選手は試合数は多いですけど成績的には査定アップはなさそう。宮崎選手はしっかり3割打ってるんですけど試合数が少ないですね。関根選手も試合数は多く出ていますけれども、ここまで34安打有力候補とまでは言えないかなと。投手では伊勢選手がすごいですね。リーグ最多33試合に登板して防御率0点台、これは大幅アップ期待できるでしょう。エスコバー選手はド安定ですね。まあただもともと査定上がっちゃってますんで大幅な上昇は見込めないかもしれません。今永選手は能力プラス1、恩恵が大きいですね。プラス1されると9位スタミナ移動値が可能になりますからね。もちろん査定自体が変動する可能性はありますが、中日野手の候補は若干不作かなって印象ですね。成績的には大島選手は有力かなと思うんですけど、離脱があったということと、まあ、セレクションになっても能力変わるイメージがないんですよね。去年出てるというのもあるというわけで、変化新鮮味がある選手ってことで考えるとアリエル選手、言うてもアリエルさんも打席が少ないはありますね。一番試合に出ているのは岡林選手、若手枠であるかもしれませんね。2番目に試合に出ているのが阿部選手ですね。阿部選手が心配なのは今全動値が可能なんですけど、この能力値が変動するかどうかってとこですね。ビシエド選手は成績面でちょっと物足りないかなっていう印象。投手は準ノーヒットノーランの大野選手はもちろんですけど、リリーフ陣がすごいですね。ライデル・マルティネスさんが防御率 0.38 と無敵なのかなみたいな数字、 KBB は 6.75、 ライマルさんも制球アップに期待ですね。ロドリゲスさんもご覧の数字、プロスペース未登場という点もセレクションの匂いがしますね。はい、というわけで2022プロスピセレクションの候補選手を挙げていきました。今年どうなるでしょうね。活躍セレクションなのか、それともコラボセレクションなのか、イチローさんのコラボになる可能性なんかも考えるんですけど、どんな形であれめちゃくちゃ楽しみですね。パリーグ編も近日公開しますんで、ぜひお楽しみに。以上